一番下のところにちょっと下線引いてございますが、インクリメントごとの利用計画はボトムアップから戦略性を持ったトップダウンへと大きくシフトしてございます。次のページをお願いいたします。希望利用成果最大化に向けた取り組みでございます。先ほど申し上げましたインクリメントごとの戦略的な利用計画を設定するにあたっての前提となる中長期的な目標でございます。大きく挙げて3点ございます。国の戦略的施策に沿った問題解決型研究の発展に貢献し、その成果創出の一端を担うこと、さらに民間利用を促進し社会実装産業応用を目指した希望利用成果を拡大させること、これらに向けて質的量的多様性の面で利用技術宇宙実験で性能機能を向上させること、この3点でございます。下の方の絵でフローズのような絵がございます。今申し上げた点はこの絵の上半分に対応してございまして、希望の利用を利用成果を最大化させることで具体的な施策とか新たな期待される成果等を書いてございます。成果の最大化の具体的な施策の例としましては健康医療に関する技術研究、あるいは高温融解材料の研究、また宇宙利用機会の高頻度提供といった施策を考えてございます。それに加えまして私ども JAXA としましては希望を利用しましてこの成果最大化と並行して将来の有人宇宙技術探査技術を強化したいと考えてございます。まだ有人探査は決定されてございませんが、決定された時の場合に備えてできるだけ国際的なですね、立場を強いところで主導的な役割を担いたいという願望がございまして、そちらの準備を進めさせていただきたいと考えています。次のページお願いします。こういった中長期的な目標の下で今年予定されている希望実験簡単にご紹介させていただきます。目的としては3種類ございまして、1つ目の国の科学技術政策等への貢献に関しましては健康長寿社会への貢献につなげる生命科学実験、また燃焼等を用いました物理現象の解明実験、静電浮遊炉、新しい実験装置、今軌道上で整備してございますが、こちらのを使いました材料研究実験、また天文学関係で暗黒物質や宇宙船の起源、エクセン天体の突発現象の観測などを行ってまいります。またもう一つの大きな目的であります民間利用拡大、利用技術強化に関しましては中型の暴露実験プラットフォームの実証、簡易材料暴露実験 EXAM と呼んでおりますが、こちらの新しい材料を暴露した実験の開始、それから50キロ級超小型衛星の放出です。これは従来のキューブサットといいます10センチ角よりもさらに大きいサイズの衛星を上げるというものでございます。さらには高品質タンパク質の結晶生成実験技術開発、また固有点材料の熱物性データの取得実験等を行ってまいります。最後に有人宇宙技術の獲得の観点からは3つほど実験を予定しておりまして、水再生技術の技術実証実験、宇宙放射線計測技術の開発、宇宙医薬研究予定してございます。次のページになります。今年の前半期インクリメント47-48、私の担当する機関についてでございます。キーメッセージ掲げさせていただきました。これは私どもの目標でございます。ある意味このインクリメントについて何をするかという意思表明といいますか決意表明のようなものと捉えていただければと思います。メッセージ読まさせていただきます。希望利用新ステージの本格稼働、国の科学技術イノベーション戦略への貢献や民間利用拡大に向けた希望船外利用の多様化高頻度化と船内利用の高頻度化高度化による先導的成果創出でございます。この意味でございますが、希望利用の新ステージ、こちらの方は昨年から今年にかけて新しい実験装置軌道上で整備してございます。小動物飼育装置、静電浮遊炉、EXAM、これら の実験装置を確実に定常的に安定運用本格稼働させていきたいと
というのがまず一つの大きなベースと考えております。で、私どもの企業成果を最大化する目的でありますその国の科学技術イノベーション政策への貢献、民間利用拡大に向けまして、さまざまな方法を取っていきます。一つが希望性外利用の対応化、高頻度化です。これまではキューブサットサイズ、10センチ立方の衛星、もしくはそれをつなげたような衛星のサイズのものしか希望から放出できませんでした。今年はですね、50キロ級超小型衛星ということで、大きさとしてはですね、50センチ×50センチ×30センチ、これはフィリピン衛星の例でございますが、こういったより大きな小型衛星も希望から放出できるように能力を整備しております。またこういった能力を今後も再度使えるようなスタンダード化を目指しております。ですからもう一つは200キログラム級ペイロードを対象した中型暴露実験プラットフォーム、私ども ICEEP と呼んでおりますが、こちらの利用を開始します。でこれは従来はそのジェムといいますか、希望に暴露部の実験設備がございましたが、そちらに取り付けるですね、実験装置、大型のものしか取り付けることができませんでした。でしかも例えば希望ではなくて、コウノトリですね、コウノトリのその暴露パレットに取り付けて、コウノトリでしか打ち上げられなかったと、そういった非常に大きな制約をですね、緩和して、普通にですね、コウノトリの油圧キャリアとか、あるいはその米国の宇宙船の油圧キャリアを使って、小さい暴露実験装置でも希望の暴露部に取り付けて実験できるようにするということでございます。次に、希望船内利用の高頻度化高度化です。これは先ほどの静電浮遊炉という実験装置について簡単にご紹介させていただきましたが、こちらは世界唯一の能力を持ってございます。金属から酸化物、セラミックスなどの絶縁体まで幅広く対応できます。また温度領域も外国の実験装置と比べて非常に高いところまで達成できます。2000度を超える未踏領域の高温融点の熱物性の計測を達成することを目標にします。でこの実験装置ですが、民間会社からも使用したいという引き合いの声が来ておりまして、需要に応えていきたいと考えています。それから次にタンパク質結晶の実験でございますが、従来はロシア宇宙船での打ち上げと回収だけでしたが、今年は米国のですね、宇宙船も、輸送手段に使わせていただきまして、従来年間2回のペースだったのを今年は年間4回に高頻度化します。また実験条件も、低温環境で結晶を成長できるような装置を整備しまして、こういった条件でタンパク質の結晶化実験を開始したいと考えています。私どもとしましては、今申し上げました目標を達成できるように全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えています。ご説明としては以上です。どうもありがとうございました。はい、それでは質疑に移りたいと思います。ご質問がありましたら挙手いただきましたらマイクが届きますので、会社名お名前をおっしゃって質問をお願いいたします。それではご質問のある方どうぞ。日刊工業新聞の富井と申します。ページのスライドの4ページにある、2016年に予定されている希望実験とありますけど、これ、大体何件で従来に比べてどれくらい増えてるかとか、その従来はこういう方向性だったけれども今回はこういうのを取り入れてるだとか、そういった違いを教えていただけますでしょうか。すみません、私の場合ですね、担当している部分が47、48ですので、年間の件数についてはちょっと正確ではないかと思いますが、47、48 の半年につきましては、大体実験件数は50件ぐらいです。で、そのうち、私どもがその特に優先度を高くしてですね、重要だと位置づけているものが16件ございます。
で、それはすべてこちらの方に書かれているものでございます。あ、ここに書かれているのが16件。そうですね、一つ一つ一つの分野で、2つ3つ実験をしたりしますので、ちょっと数が合いませんけれども、分野としてはこの4ページで、紹介させていただいたものでございます。その何かしらその傾向といいますか、その社会のニーズがこうなっているので、こういう実験を増やしましたとか、そういう方向性はあるんでしょうか。そうですね、一つちょっとここでは簡単にさらっとご説明しましたが、生命科学実験、これは生命科学実験ですね、はい、これは今年になって、かなり、これ従来にない実験と考えています。どういうものかといいますと、エピゲノムですね、軌道上に長期滞在しますと免疫が低下したり、あるいは骨量が低下し減っていきます。でこちらをそのエピゲノム的な観点で、どういった遺伝子周り の 変化があるかということを調べてまいります。ありがとうございます。他にはございませんでしょうか。科学雑誌ニュートンの竹村と申します。4ページの民間利用拡大についてお伺いしたいんですが、実際に民間利用を拡大することで具体的にどういったメリットがあるのか、お聞かせいただけますでしょうか。すみません、民間利用を拡大することで具体的にどのようなメリットがあるかということでございますか。はい、ですね、そうですね、なんとご説明していいのか、私どもとしてはですね、もちろんその多くの税金を使ってですね、希望を運用利用させていただいているわけで、ごく一部 の分野の方しか使っていないというよりは、より多くの方々に使っていただきたいという大きな望みがありますし、また私ども税金を使ってやっておりますので、させていただいておりますので、産業競争力、民間企業の方々 そのニーズに応えて産業競争力を高めていただいて、それを国民の皆様がですね、希望の運用利用にその投資した金額をできるだけ少しでも多く還元したいという希望がございます。また民間企業の方々 その利用ニーズに応えることによって、日本のですね、産業競争力も増していけば、それは大きなメリットというふうに考えてございます。ありがとうございます。どうぞ。毎日新聞の斉藤と申します。中型暴露実験プラットフォームの実証では、実際にはどういうものをそこに取り付ける予定にしているんでしょうか。現状ではですね、初期チェックアウトとして2つ、骨品といいますか、特に特別宇宙用にですね、高額なその金額をかけてその、開発したというものではなくて、ICP のチェックアウトといいますか、その実証用に、2つ、装置をですね、取り付けることを考えています。1つはGPS 受信機です。宇宙用の GPS 受信機で、精度を上げた受信機をですね、取り付けて、データを取ってみたいというのが一つです。あともう一つはフライホイールですね。材質タングステンを使ったフライホイールです。これ密度が高いものですので、小型化して、性能の高いフライホイールができるのではないかということで、実験装置として今 の GPS レシーバーとフライホイールを2つ、つける予定にしてございます。その中型暴露実験プラットフォームっていうのは、その宇宙空間にさらしてどのくらい機器が
持つのかとか、あのそういうことを調べるためという理解でいいんでしょうか。ですね、これはさまざまな目的に、使うように、開発したものでございまして、8ページ目、あ、こちらでございますね。従来はですね、一番下に、まあ、CAD の図で書いてございますが、あとそれから写真も載っけてございます。希望の暴露部は、通信とそれから温度制御の熱流体と電源と、まあ、3つその実験装置にですね提供できる機能を持っています。でその機能をですね活用するペイロードとして、まあ、従来はこの絵で長細い四角のものがついてございますが、こういった実験装置にですねインテグレートするしか手段はなかったんですが、この ICEEP 中型暴露実験プラットフォームを使うことによってですね、より小型な実験装置、暴露の実験装置でも複数ですね、この場合だったら2個ですね、2個同時につけて、それぞれのそのペイロードのですね、実験装置の目的に合った実験ができると。まあ、利用機会の対応化とそれから高頻度化に合った装置でございます。すみません、ご説明になってますでしょうか。つまり暴露ってな暴露実験ってなってますけど、その宇宙空間での例えばその GPS 受信機っていうのは どういう実験の内容になるんですかね。その実際に機能するかどうかっていうのを試すっていう。そうですね、 GPS レシーバーはその宇宙用のですね、ちょっと精度を高くした受信機が機能するかどうかの確認にとどまると考えています。あくまでも、ICEEP 宇宙暴露実験プラットフォーム自体 その技術実習のためにつけたというものでございます。もう一個のホイールの方は、はい、ホイールの方はもうですね、実際にそのホイールをその回転させてみて、地の機能するかどうか、宇宙環境で機能するかどうかの、実験です。でこちらの方、ちょっとこの最初の2つはですね、まだ技術実証段階のものでございまして、この後ハイビジョンテレビのですねカメラを交換して取り付ける予定にしています。で、そのハイビジョンカメラがですねつきましたら、地上からですね地表のあらゆる角度のそのハイビジョンの映像を取得することができるという機能を、まあ、持ったカメラを取り付ける予定にしています。すいません、後ろからちょっと説明し 補強説明します。 ICEEP 中型暴露実験装置は、まず例えば人工衛星など実用衛星に使われる部品、材料、あるいはさっき言ったジャイロといったような実用に使う前に一度やはり、その実証データを取っておきたいと。でその上で検証した上で本当に実証衛星に使いたい、そういった目的のためにその前段階で希望を使うという、そういうものの形を考えています。でその場合は人工衛星だと打ち上げれば一発で終わって一発ものですけれども、希望の場合だと何とも打ち上げが可能ですから、そういった高頻度な回数を使って、事前の技術実証機会として使えないかと。で先ほど尾藤が説明したジャイロやホイールといったのも、将来的にその衛星での実利用、そういったことを考えて先に希望という場を活用して検討しようと、そういう使い方を今目指しているというものであります。よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。フリーライターの林と申します。小動物飼育実験についてお伺いしたいんですけれども、今のところの計画で実験サンプルのマウスですかはいつ打ち上げる予定になっていて、そのうち大西さんが、どんなふうに実験に関わることになっているのかという、今のところの今年のプランと大西さんがやることになる具体的な内容を教えてください。マウスの実験に関しましては、アメリカのですね、民間 その宇宙船スペース X 社のドラゴンで、打ち上げと回収を予定しています。現在ちょっと打ち上げのスケジュールがですね、
まだ流動的でして、正確な期日はですね、はっきり申し上げられないんですが、一番早いケースで5月ぐらいではないかというふうに予想しています。多分遅れる可能性が高いと思っておりますが、現状の傾向で一番早いケースは5月です。で、大西さんが行う実験ですが、マウスに関しましては生きたまま打ち上げまして、生きたまま回収します。ですので、軌道上ではですね、大西さんはマウスを飼育する、お水をあげたり餌をあげたり、あるいは排泄物ですね、排泄物の掃除をしたりといった作業を予定しています。すみません、打ち上げてからその回収するまででどのくらいの期間なんですか？現状約30日間を予定しています。ありがとうございます。はい、他にございますでしょうか？すいません、広報から少し補足をさせてください。マウスの実験については、大西宇宙飛行士が行うかどうかということはまだ決定されておりません。以上補足です。地図島さと申します。規模での実験の成果の普及といいますか、どんだけ世間にアピールするかという点なんですけれども、提案者 その先生が、普通は成果をその学会に発表するなり、論文に出すなりというのは年単位で後になりますよね。でそれは大体専門家向けの場所であって、一般の人はなかなか分からないと。で JAXA はこの前ずっと基本のシンポジウムとかやってきてますけども、この前 のそういった、事業に加えてですね、何か新しい試みって考えてられますか？申し訳ありません、ちょっとそのあたり私よく知識がないものですから、どなたか新しい何か広報計画について。すみません、もう一度質問をお伺いしてもよろしいでしょうか？こういった実験しますよね、要するに提案に基づいて提案者の先生 がやって、で、希望で行われて、でそれが学会なり論文にまとまるというその普通の科学のステップを踏むと、アウトプットが出るのが年単位で、何年単位で後ろになりますよね。でその発表される場というのは専門家向けの場所ですよね、大体。でだからなので一般の人が、希望で行われているどう実験の成果がどういうものがあったのかというのをなかなか分かりづらいという状況があって、そのためにJAXA は希望のシンポジウムをやってきてますけども、それに加えて新しく何か、試みというのは何か考えてありますか？はい、希望シンポジウム以外に何か新しいその成果の発表の場を今年考えているかというご質問かと思います。行政レビュー等の中でも言われておりますので、今一言で言うと検討中と考えております。 できれば希望利用のシンポジウムって大げさになるんですけれども、なるべくもう少し簡便に皆さんが参加しやすいような、サテライトカフェのようなそんなものの形ができないかというのを考えております。で、ただし先ほどご質問お話にあったように、利用成果が論文はだいたい早くてもやはり高いインパクトファクター の論文最近出るようになってきてますけど、1年とか2年とかかかってくるので、少し多少その辺の間は少し小出し小出しにこういった成果が出ていますというのをメルマガとかホームページでアクセスできるようにして、それをツイッターなどで展開しつつ、集大成のように定期的に簡便な利用成果を紹介する場というのを考えたいというのが今の計画のところであります。はい、他にございますでしょうか？時間ありますので最後の1問にさせていただきたいと思います。じゃあどうぞ。読売新聞の冬木と言います。確認になるんですが、4ページ目に挙げていらっしゃる2016年度に予定されている希望実験はすべてこれ大西さんが行う可能性はあると考えてよろしいんでしょうか？そうですね、必ずしもそうとは言えないかと思います。例えば水再生技術
これはですね、2016年に予定、まあ、12月まで の予定でございまして、大西さんは、今のところ6月に、6月頃、また11月ぐらいの期間、そのぐらいのスケジュールかと思いますが、そうですね、マウスの世話以外で何かこれはやる可能性があるっていうのを挙げていただければ。そうですね、一番可能性が高いのは、固有点の熱物性データ取得実験、もしくはタンパク質ぐらいかと思います。ちょっとまだ、そうですね、なかなか。すみません、ちょっと歯切れが悪くて申し訳ないです。というのはですね、先ほど申し上げましたけれど、米国の宇宙船でですね、資料をちょっと輸送したりしますので、そのスケジュールがずれると、まあ、ずれてしまうという事情がございます。今日訓練を見させていただいた中型暴露実験プラットフォームとか小型衛星の放出はもうやる可能性はあるから訓練されてるんですね。すみません、そこを忘れておりました。はい、もちろんやる可能性非常に高いと考えております。あと細かい点、中型暴露実験プラットフォームはもうすでに打ち上げられているんですか。はい、打ち上げられております。いつのどの便で、便というか補給船で行ってるんですか。すいません、有人宇宙技術センターの永井と申します。ICP については昨年12月のオービタルの4号機シグナスの4号機で打ち上げております。ありがとうございます。最後にこの中型暴露実験プラットフォームでの最初の実験はいつ頃から始まる予定ですか。すみません、米国の宇宙船のスケジュールによるんですが、現状一番早い、機会で4月から開始と予定に。